ケビン・スコット・クロンは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、プラセンティア出身のプロ野球選手、宇ト右内、広島東洋カーアップ所属。2011年の MLB ドラフト3巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は契約せずにテキサス・クリスチャン大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト14巡目で、アリゾナ・ダイヤモンドバックスから指名され、 プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイでプロデビュー。A-9、ヒルズボロホップスでもプレーし、2球団合計で64試合に出場して打率。291、12本塁打、45打点を記録した。2015年は、A 級バイセイディア・ローハイドでプレーし、127試合に出場して打率。 272-27本類が97打点を記録した。2016年は AA 級モービルベイベアーズでプレーし127試合に出場して打率。222-26本類が88打点3盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。二千十七年は AA 級 ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、138試合に出場して打率。283、28本塁打、91打点、1盗塁を記録した。この年は、サザンリーグの MVP に選ばれている。2018年は、トリプル A 級離の a シズでプレーし、104試合に出場して打率。309、22本塁打、97打点。 一投類を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は、開幕をトリプル A 級リノで迎え、5月24日にメジャー初昇格を果たした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは十九試合に出場して打率、百十一六本塁打。 16打点を記録した。2020年は20打席で無安打だった。10月31日に自由契約となった。2020年11月16日に広島東洋カープとの契約が合意に達したと発表された。背番号はホセピレラの10番を継ぐこととなった。父親のクリスクロンもカリフォルニア・エンゼルスなどに所属した元メジャーリーガーであり。 兄の CJ クロンも同じくメジャーリーガーである。なお、ケビンがダイヤモンドバックス参加の AAA 級リノに在籍していた2019年には父のクリスが監督を務めていた。また、親戚にミルウォーキーブルワーズなどでプレーした元メジャーリーガーのチャドモーラーがいる。ありがとうございます。